学ぼう SDGs、 今日は大鳥恵子さんと私で進めます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日のテーマはいよいよスタート、近代カーシェアです。 SDGs17 の目標のうち11番住み続けられる街づくりを、17番パートナーシップで目標を達成しように関係する話題です。そういえば去年あのエクさん金沢大学の特別講座で、はい、大学の校内にカーシェアサービスを設置したいっていうアイデアを出してましたよね。はい、そうなんです。これは大学生と地元企業がタッグを組み、地域課題を解決するアイデアを共に考えるという試みでした。そこで私たち学生と石川大発販売の共同グループで提案したのが、大学生が気軽に利用できるカーシェアサービスです。というのも、私たちの通う金沢大学角間キャンパスは山の上にあり、学生の車の保有に制限があったり維持費用がかかったりするので、自転車や原付バイク、徒歩での通学が主になっています。また街中へ遊びに行く時もバスの本数が少ないのが悩みなんです。休日は加賀や能登などへも行きたいのですが、車がないので行く場所が限られてしまいます、うん、そこで大学内のカーシェアサービスです、はい、学生が気軽に車を利用できれば生活圏内の移動の不便が解消され、企業側は利用データなどを地域交通の研究に使用、また地元は周遊人口が増え地域活性化が期待できると三方よしの関係になるのではと考えたんです、うん、でこのアイデアがこの特別講座の最優秀賞を獲得したということなんですよね。はい、そうなんです。そしてその実証実験がいよいよ始まったということで、私取材してきました。出迎えてくれたのはエコさんとサービスを提供する石川大発販売の岡田博樹常務です。エコさん、いよいよ始まりましたね。はい、始まりました。金沢大学のカーシェアサービス、その名もスカルカーシェアです。5月末から実証実験が始まったフッカルカーシェア、近代角間キャンパスインキュベーション棟前に1台設置され、専用アプリで予約すれば24時間いつでも利用できます。利用料金はなんと、はい、15分220円からです。6時間以内であればガソリン代も込みの料金になってますので、どれだけ走ってもその料金というふうになっています。ガソリン代も込みなんですね。そうなんです。というわけでエコさん初体験、スマホで鍵を開けていざ出発です。エコさん、 SDGs スープの出張販売の打ち合わせに行くそうですが、今まではさ、はい、そういう打ち合わせて何でやってたの？自転車か、あとはバスで行ってました、自転車だとここの暑さあればしんどいなとは思ってて、こうやって車があるの本当に便利ですね。大学から車でおよそ20分、無事打ち合わせ場所に到着しました。今回は2時間半の使用で料金は2200円でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。無事に帰れました。あ、よかったです。どうでした、はい、どうでした、はい、本当に便利ですね。やっぱり車ってすごいなって思いました。例えば昼休みの短い時間に今まで行けなかった遠くの場所に行くとか、休みの時にみんなで能登や加賀にドライブに出かけるとか、そういう風にして大学生活楽しんでいただきたいなというふうに思っております。学生の行動範囲を広げるカーシェアサービス、今後に期待です。さあ、こうしてエコさんたちの学生のアイデアが、ね、形になったということなんですが、この産学連携の特別講座、ソーシャルデザイン北陸のリーダーを務めます金沢大学の堤教授は、プロジェクトの意義をこう話します。お互いの良さを生かしながら新しいものが作っていけるという、この年齢を超えた共同というものが生まれていることが、まあ一番大きな意義になるのかなと思います。これが一つ大きなプロジェクトとして育っていくことを期待したいと思います。で、今年も9月に開催されるということで、またエコさん楽しみですね、はい、楽しみです。今年はどんなアイデアが生まれるのか、素敵なアイデアで社会課題が一つ一つ解決していくことがすごく楽しみです、うん、以上、学ぼう SDGs でした。